ムーンライトながらは、かつて、東海道本線東京駅大垣駅間で運行されていた夜行快速列車である。当初は定期列車であったが、2009年3月14日以降は臨時列車として運行されていた。本記事では、東海道本線における夜行普通列車の遠隔についても記述する。 ムーンライトながらは1996年3月16日のダイヤ改正の際、それまで東京駅大垣駅間で運転されていた通称大垣夜行を代替する形で設定された。1889年7月に東海道本線新橋駅神戸駅間が開業したことにより、同区間で運転された一往復の夜行列車が 東海道本線の夜行列車の起源と言えるが、当時の列車は特に夜行を意識していたものではなく、列車の速度が遅いため、東海道本線の全線を通して運転するとなると、夜間帯に走行する必要があった。以後、東海道本線を走破する普通列車は多数、設定されたが、太平洋戦争以後は、東海道本線の電化の進捗に伴って、 普通列車の電車化が進み、同時に運転系統の分割もあって、長距離列車の減少が続き、東海道新幹線開業後の1968年には、一往復となった。最後まで残った一往復の夜行普通列車も、東海道本線東京駅発着の普通列車で、唯一の客車列車となっていたことから、 合理化のため1968年10月のダイヤ改正をもって廃止されることが決定していた。その後、廃止反対の要望書が日本国有鉄道本社などに多く寄せられたため、当時の国鉄総裁であった石田霊介の判断により、急行系電車を使用し、運転区間を東京駅大垣駅間に短縮して存続することになり、これが後に、 大垣夜行と呼ばれることになった。その後も他の夜行定期普通列車が次々と廃止される中、途切れることなく運転され、国鉄が JR に移行した後も東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道両社に引き継がれ、夜行定期普通列車として唯一運転が続けられた。 前述の1996年3月16日改正で373軽電車に置き換えられ、全車指定席の快速、ムーンライトながらとなった。JR 以後には、青春18切符のシーズンを中心に、臨時大垣夜行、後に、ムーンライトながら91号、92号の増発列車も運行される盛況が見られる時期もあった。2002年に、 バス事業関係の規制が緩和され、低料金の高速バスなどが台頭して利用者が減少した。2009年3月14日からは、定期運用を廃止して、青春18切符が使用できる夏休みや冬休みを中心とした臨時列車扱いとなり、使用する車両も変更された。2013年8月までは、 JR 東日本所有車両である1 8 3系、1 8 9系で運行されていた。その後、大宮総合車両センター所属の1 8 5系が、沼津運輸区、富士運輸区、静岡車両区、浜松運輸区、大垣車両区及び、名古屋地区で乗務員訓練を実施。2013年12月からは、 JR 東日本が所有する185系電車に変更される。これに伴い、4号車と5号車との間の通り抜けができなくなっている。大垣駅では、ムーンライトながらの到着ホームと乗り継ぎ列車の発着ホームが異なるため、青春18切符が有効な期間は、ムーンライトながらが到着すると、前原方面へ向かう列車の席を確保するため、 同駅内を走って乗り換える乗客が多発していた。このため、他の乗客との衝突などを防止するために、改札前や階段には、危険走らないでくださいの看板が掲げられていたものの、乗り継ぎ列車が4両編成と短い上に乗り換え、時間も3分程度と短いため、大半の乗客は守っていなかった。ただし2016年3月のダイヤ改正以降、接続列車は、 前原止まりの8両編成となり、2019年3月から、大垣駅の到着時刻が5時50分から5時45分と5分、早くなった結果、乗り換えに余裕ができた。2018年12月に、ムーンライト新州が事実上の廃止となってからは、運行されている、夜行列車では唯一、ムーンライトを名乗る列車となった。2021年1月22日、 高速バスの台頭や新型コロナウイルス感染症の流行による利用客の行動様式の変化により列車の使命が薄れてきたことに加えて使用車両の老朽化を理由に正式に廃止が発表された。2020年の夏季と冬季は新型コロナウイルス感染症の影響で運転されなかったため同年3月29日大垣発の上り列車が 事実上の最後の運行となった。ムーンライトながらとしては24年、大垣夜行時代を含めると52年の歴史に幕を下ろすと同時に、国内でムーンライトを関する列車は全敗となった。迂回を図案化したヘッドマーク列車愛称のながらは、東海道本線に岐阜駅、ほずみ駅間で渡るながら川にちなんでいる。そこに以前から JR 各社が、 夜行快速列車名に採用しているムーンライトを冠したものである。それまで新宿駅、村上駅間に運行されていた夜行快速列車ムーンライトはムーンライト H5 に解消した。373系電車には長良川名物、迂かを図案化したヘッドマークが用意されていた。臨時列車のヘッドマークは快速、臨時快速の文字表示のみとなっている。 過去、1968年9月までは、東京駅大垣駅間を走る、臨時準急列車に、ながらという愛称名があった。また、1996年3月までは、名古屋駅大垣駅間では、ホームライナーながらという列車も運転されていたが、現在は、ホームライナー大垣に名称が変更されている。ムーンライトながらは、 旅客の流動が多い区間を走行すること、乗車券と指定席券のみで乗車できる快速列車であることから、臨時列車となってからも安価な移動手段として人気があった。2009年3月14日以降の臨時列車化以降は、春休み夏休みや年末年始といった青春18切符の利用期間を中心に運転されている。しかし年々運転日が 減少傾向にあり、具体的には、下表の通りである。春季の運転に関しては2009年当初は約4週間であったが、2011年に約2週間に削減され、2012年以降は約1週間の運転までに減少している。夏季についても2019年には7月の運行が、なくなり8月の17日間のみに削減された。また、 当期の運行についても2020年の年始は運行がなくなり2019年年末のみの運行になった。なお、指定席券の発売開始は乗車する列車が始発駅を発車する日の1ヶ月前の十時であり、日付が変わった後に停車する駅から指定席券を購入する際、発売開始日を乗車日の1ヶ月前と誤認していると。 同日の十時に購入しようとしてもすでに完売となっている場合がある。近年ではインターネットオークションでの指定席券の転売行為や一人で二席分の指定席券を購入する行為の他にキャンセルすると払い戻して数量340円が必要だが指定席券が530円のため面倒さと戻る金額の少なさからキャンセルせずそのままとするケースもあった。 二人で指定券完売で満席のはずが実際は多くの空席を抱えたまま運行している場合が存在することが指摘されている。運行の基本としては2009年3月13日まで東京駅大垣駅間を運行していたムーンライトながら91号92号が元となった。しかし豊橋駅は上りのみ小田原駅は下りのみの停車となるなど 停車駅が、ムーンライトながら91号92号より少なく、なった。全車、全員区間が、指定席である。臨時列車下当初より、春秋大型連休及び秋の乗り放題パスが、利用できる毎年10月14日前後の2週間においては、運転されていない。運転日数、期間の推定車駅東京駅品川駅。 横浜駅、沼津駅、静岡駅、浜松駅,駅、豊橋駅、名古屋駅、岐阜駅、大垣駅使用車両、編成2013年当期から廃止までは、JR 東日本の大宮総合車両センターに、所属する1 8 5系波動輸送用重量編成が、使用された。国鉄時代の1981年頃に、製造され、 同年3月から運用を開始した特急系車両で2021年3月ダイヤ改正で廃止された車両である。全車両が普通車でグリーン車は連結されていなかった。列車は6両編成の B 編成と4両編成の C 編成をつないだ編成で編成間に貫通扉や貫通ホロがないため4号車と5号車の通り抜けができなかった。 夜行列車であるが、車内灯の消灯、減灯は実施していなかった。臨時列車化されてから2013年下期までは、JR 東日本大宮総合車両センターに所属する1 8 3 1 8 9系重量編成が主に使用されていた。また、1 8 5系の波動輸送用重量編成も、大宮総合車両センターに所属していた。 自由席が設定されていた時代、ピーク時には、客室通路からデッキにまで乗客が溢れていた定期列車時代のムーンライトながらの車内。車掌は、車内改札をしている列車番号は、上り東京駅が 390M、下り大垣駅が 391M であった。なお、東京駅へ到着した上り列車は、 静岡車両区への寄付を兼ね、静岡駅行下り普通列車となった。また同様に出港送り込みも兼ねて、静岡駅から東京行の上り普通列車も運行されていた。青春18切符の使えない時期は、ビジネスマンや東海道新幹線の終電に乗り遅れた客の利用が多く、名古屋駅で、 東海道新幹線に乗り継ぐ利用客も見られ、下りの金曜日から日曜日を中心に満席になることがあった。しかし、2000年代半ば以降、運輸行政の規制緩和による格安、ツアーバスの台頭、さらに航空機や新幹線における早朝割引の実施や格安、ビジネスホテルの出現によるビジネス客は減少した。青春18切符の使用できない。 時期の利用者は減少傾向にあった。下り列車は途中の小田原駅から一部自由席、名古屋駅からは全車自由席であり、上り列車は熱海駅から一部自由席であった。このため、ムーンライトながらの指定席券を取る場合、希望の区間が満席でも下りなら小田原まで、上りなら熱海駅までの指定券は残っている場合もあった。 指定権を確保できる確率を増すため、鉄道ファンなどの間ではこの区間の指定権を第二希望として設定する方法が知られていた。また、下りの指定権の確保を行っていない乗客も、一部車両が自由席となっていた小田原駅から乗車することができた。同駅には指定権を入手できなかった客の行列ができることがあった。しかし、 青春18切符の利用可能期間には、小田原駅から自由席となる4から9号車も指定席区間からの乗客で、すでに満席になっていて、乗車しても着席できない場合もあった。夜行利用以外に運転区間両端での始発、最終列車としての一面もあったため、前述の区間を一部自由席として、利用客の便宜を図っていた。下りでは、 東京駅小田原駅間に限り定期券での利用が不可能であるものの小田原駅での乗り換えで三島駅、沼津駅、富士駅、静岡駅への帰宅客や浜松駅、豊橋駅、岡崎駅などから名古屋方面へ向かう通勤客や早朝の新幹線乗り換え客、中部国際空港の航空旅客の利用も多かった。また、上りでは全区間において 定期券での乗車が可能であるため、岐阜駅、名古屋駅、金山駅を崎駅、がまごおり駅、豊橋駅、浜松駅間などで、同列車を、ホームライナーや最終電車の代わりとして愛用する、サラリーマンも多かった。東京付近では、朝一番に、東京に到着でき、かつ、各線の始発列車に接続することが可能であった、ことから、沼津駅、熱海駅、 小田原駅などから、羽田空港や成田空港、上野駅北などへ向かう乗客の利用も見られた。2007年3月18日のダイヤ改正前日の17日発は、形式上定期列車は運休となり、臨時扱いで、上りは、ムーンライトながら70号、下りは、ムーンライトながら71号として運転された。使用車両は、定期列車と同じ。 これらの発車時刻は、改正前のままで、深夜の日付が変わる頃に改正後のダイヤになった。そのため、70号は、富士駅、川崎駅、新橋駅を通過したが、71号は、平塚駅、神津駅、及び新設の野田新町駅にも停車した。この時の停車駅は、以下の通りであった。下り終着の大垣駅では、 大阪方面の普通列車に接続していた。右側はその JR 西日本の221系、電車2007年3月18日のダイヤ改正により、給料編成の全車、指定席区間が、下りは東京駅と豊橋駅間に、上りは大垣駅東京駅間の全線に拡大したことから、このダイヤ改正以降は事実上、 首都圏中京圏の移動の際は、指定圏なしに、ムーンライトながらへ乗車できなくなった。合わせて給料編成前車が、全区間禁運車となった。東京駅では、下りの発車時刻が33分繰り上がり、上りの到着時刻が23分繰り下がった。接続列車の一例を挙げると、常磐線についても接続する列車が、上りは早く、下りは遅くなった。 そのため、普通列車に限ると、初電が上野駅5時10分発のため、本列車からの乗り継ぎはできず、次の列車まで30分以上待つため、常磐線各駅への到着時間は、改正前より遅くなった。その代表的な例が、仙台駅の到着時刻であった。改正前には、始発から、水戸駅、岩木駅方面へ乗り継いできたを目指す場合、正午前後には、 仙台駅へ到着できたものが、改正以後の到着時間は14時近くとなった。なお、仙台駅へ向かう場合も東北本線経由の場合は、改正前後で到着時刻に大きな差はなかった。定期列車については、下りが平塚駅と神津駅、上りは富士駅、川崎駅、新橋駅が新たに通過駅となり、下りは 同日から開業するのだ新町駅が新たに停車駅となった。ダイヤがスライドした影響で、いわゆる日付の変わる駅も変更になり、下り列車では横浜駅から小田原駅になった。上り列車ではオーフ駅のままであった。JR 東日本区間での自由席設定がなくなったことより、定期券での利用ができなくなった。2009年3月13日東京駅。 大垣駅総方発の列車をもって定期列車としての運行を終了した。ただし最終日の下り列車は臨時列車 9391M として静岡駅異性で時刻を変更して運行した。概要としては岡崎駅から大垣駅までは改正後に代替として設定される普通列車に約5分先行する形となり3月14日に 開業する南大高駅には停車しなかった。2007年3月開成後の定期列車の停車駅は以下の通りであった。JR 東海の静岡車両区に所属する373系、電車給料編成で運転されており、1996年3月にムーンライトながらとして運転開始当初から使用されていた。373系の車端部には、 コンパートメント席が設けられていた。この席を購入する場合、指定席券の予約システム、マルスでは別列車として取り扱われ、指定券や主要駅の指定券券売機画面には、ムーンライトながらと表示されていた。また、購入時に、コンパートメント席などと指定しなければ、発見されなかった。前述した通り、下り列車の7から9号車は、 豊橋駅発の飯田線特急、稲路1号に当てるため、名古屋駅で分割した。このため、下りの、ムーンライトながら、に、大幅な遅れが発生した場合、豊橋駅で、接続列車を用意して、乗り換えを促した上で車両の切り離しを行うことがあった。なお、稲路3号に充当される車両は、ムーンライトながらの終着駅である、大垣駅で切り離される。 上り列車は、車両の増解決は行われなかった。また、上り列車の名古屋駅では、最後部1号車の大垣寄り上高とビラ付近に、新聞が積み込まれ、浜松駅まで、新聞輸送の一端を担っていた。浜松駅で並ぶ定期、ムーンライトながらと、臨時、ムーンライトながら91号、ムーンライトながら91号、92号は、通称、 臨時大垣夜行の置き換えとして2003年夏に運行を開始し2008年から2009年にかけての冬季まで運行された臨時列車で JR 東日本所有の183系、189系電車を使用して春休みゴールデンウィーク夏休み冬休みといった多客時に運転を行っていた両列車とも全車、全員区間が 指定席で定期列車時代のムーンライトながらと停車駅が異なっていた。なお、前身の臨時大垣夜行と比較して、下りの品川駅小田原駅間を快速運転とするなど停車駅が削減されたが、所要時間は変わらなかった。2007年頃からは運行日が減少し、春季と冬季は週末のみの運行が多く、夏季も お盆の時期までの週末を中心とし、一部の平日の運行がなくなっていた。当初、ムーンライトながら91号は品川駅始発だったが、2007年3月のダイヤ改正で定期列車と同じく東京駅始発となった。ムーンライトながら91号は、始発駅を定期列車の数分後に出発し、続行運転に近い状態で運転。 その後豊橋駅で定期列車を追い抜き、豊橋大垣間も快速運転となっていたため1時間ほど早く大垣に到着していた。逆に、ムーンライトながら92号は定期列車より先に大垣駅を発車するものの沼津駅で抜かれていた。ただし上りは両列車とも全区間快速運転を行っていた上に続行運転だったため時間差は 最大でも十数分程度に止まっていた。かつては4号車、5号車が喫煙車だったが、2007年3月21日以降は全席禁煙となった。定期列車と同じく、熱海駅と浜松駅で車掌が交代した。2007年1月運行時までの停車駅は以下の通りであった。最終期の停車駅は以下の通りであった。 1889年7月に東海道本線新橋駅神戸駅間が開業した。この時かきの時刻で設定された一往復の夜行列車が東海道本線夜行列車の起源と言える。しかし、当時の列車は特に夜行を意識していたものではなく、列車の速度が低いため東海道本線の全線を通して運転すると、 夜間帯にも走行しなければならないという理由があった。対象から昭和初期になると、東海道本線には1日後の7往復の夜行普通列車が設定された。東京駅から大阪駅のほか山宮線の鳥羽駅、山陽本線の姫路駅、岡山駅、下関駅までを結ぶ列車が現れ、設備の面では、食堂車や寝台車が連結された列車も存在するなど、 黄金期を迎えた。1942年11月に関門トンネルが開通し、下りでは東京駅長崎駅、久留米駅間、上りに至っては鹿児島駅東京駅間を直通運転する列車も設定された。東京と九州を結ぶ普通列車が他にも何本か設定されるなど、運行区間と本数においては最も充実した時代と言えた。 しかし、その後は、太平洋戦争の戦況が悪化の一途をたどり、軍需用貨物列車増発のため旅客列車が削減されていくようになり、1944年4月には、寝台車の連結も廃止された。終戦時、東海道本線には下り6本、上り7本の夜行列車が設定されていた。ただし、特急、急行列車削減の代替という側面もあった。 また、設定はされていても、実際は、空襲による、路線、車両への被害などで運転されなかった列車も多かった。戦後混乱期は、終戦時以上に、自慢の時代となった。特に1945年秋から1948年は、戦災による車両や、設備の荒廃車両と乗務員の不足、連合国軍最高司令官総司令部による車両の、節取り、 徴兵による労働力不足などが原因の燃料となる石炭不足などで列車が削減され時刻表に掲載された通りに列車を運転できない事態も多く発生した特に1947年初頭には冬の石炭不足で列車が大幅に削減され急行列車が全廃されてすべて普通列車になり東海道本線の夜行列車は 東京駅文字駅間の一往復、東京駅沼津駅間の下り臨時列車一本、そして上りの名古屋駅東京駅間一本のみとなった。同年6月には、福音兵や引上げ車の輸送を兼ねた列車が登場した。この列車の混雑は激しく、座るためには発車時刻の相当前から、始発駅で並ぶ必要があった。しかし、切符が、 販売制限されていたということもあり、座れるかどうかより、列車に乗れるかどうかの方が問題であった。施錠の落ち着きに応じて輸送力も回復していくが、戦後は、急行・準急列車の増発が中心となり、長距離普通列車はそれほど増発されなかった。その中で1956年11月には、東海道本線の全線電化が完成し、 この時のダイヤ改正で、夜行普通列車は折り4本上り3本に増発、戦後の最盛期を迎えた。しかし、これ以降は、特急、急行列車の増発のため、徐々に削減された。1961年10月には大規模な、ダイヤ改正により特急、急行が増発される傍らで、二往復に削減された。1967年10月には、 東京駅大阪駅間の一往復と豊橋駅、東京駅間の上り列車一本のみとなった。しかし、東海道新幹線が開業した後であっても、利用客は多く、特に繁忙期には、数時間並ばなければ座れないことも多かった。また、その頃までは生活困窮者向けの半額乗車券を、持った、利用客も多かった。 臨時大垣夜行9 3 7 5 m 1 6 5系電車2000年12月名古屋駅前述の夜行普通列車は東海道本線の普通列車で唯一の客車列車となっていたことから合理化のため1968年10月のダイヤ改正において廃止されることが決定していた。しかし、そのことが新聞などで発表されると廃止反対の要望書が 国鉄本社などに多く寄せられ、当時の国鉄総裁、石田玲介が、この夜行列車を存続させるべきであると判断したこと。またこの列車には、荷物、郵便輸送の役割もあった事情などから、それまで運行されていた、臨時急行列車。ながら3号を、普通列車化する形で、急行系電車を使用して存続することになった。 ちなみに当時はまだ透明高速道路も部分的にしか開通しておらず、東京と名古屋、京阪神を結ぶ高速バスもまだなく、格安航空会社も存在しなかったこともあって、寝台車のない普通列車で格安移動する旅客もまだまだ多かった。電車化に際し、運転区間が大垣駅までに短縮され、一般に大垣夜行と呼ばれることとなった。実際には、 下り列車のみ、大垣から分岐する東海道線支線のみの赤坂駅行だったが、1969年10月1日、大垣止まりに変更となった。大垣駅発着となったのは、ここに車両基地の大垣電車区があり、運用条項都合なためであった。なお、上りは前述の豊橋駅東京駅間の列車を大垣発に延長した形になった。 特に下り列車は、大垣駅電車なので、下記電と呼ぶ利用者も少なからずいた。電車化後しばらくの間は、客車時代の列車番号を踏襲した 143M と 144M を名乗ったが、後に、東京駅名古屋駅間運行の普通列車と同じ、体型に変更されている。下り列車の場合で見ると、 白紙ダイヤ改正ごとに 347M、345M、375M と変化している。下り列車の各駅停車区間は設定当初は掛川駅からであったが、1972年には午前4時過ぎの浜松駅からとなり、1996年のムーンライトながらかまで続いた。なお、各駅停車と記載しているが、 名古屋近郊の新設駅は通過する場合があった。時期により、通過駅は変動し、設定当初は、下りのみ、三河大塚駅、三金駅、ムーンライトながらか直前は上下とも、三河潮津駅、岡白橋駅を通過した。また、設定当初の下り列車は、金谷駅に停車していた。1974年には、定期停車は取りやめられるが、その後も、 臨時停車は1980年代後半まで続いた。登山シーズンには大井川鉄道も降り列車に接続する臨時列車を深夜3時台より運行したほどであった。この列車の人気は高く、特に1982年に青春18切符の販売が開始されると、その利用可能期間となる夏、と春の繁忙期には、 ラッシュ時の通勤列車並み、もしくはそれ以上となった。特に通勤、待勤時間帯と重なる、下りの東京駅小田原駅間と岡崎駅、名古屋駅間での、青春18切符有効期間中の混雑は、花だしかった。青春18切符の販売が開始される前は、グリーン車から席が埋まっていたが、青春18切符の販売が開始されてからは、 普通車から席が埋まるようになり、特に下りの始発駅である東京駅では数時間前から行列ができていた。青春18切符が発売されない時期は週末などを中心に東京ミニ周遊券や京阪神ミニ周遊券などの利用客が格安料金でゆったり過ごせるとしてグリーン車を利用することも多かった。バブル景気による首都圏の地下高騰の影響で 東京への通勤券が静岡県中部まで広がった1980年代後半以降は新幹線の最終を逃した新幹線通勤者の最終列車としての役割も果たすようになった。また沿線住民が帰る時この列車でうっかり寝過ごしてしまい名古屋や岐阜に連れて行かれてしまうことも少なくなかった。このため本列車での寝過ごしを ネスゴシの日本記録と紹介されたこともある。深夜の静岡駅では1990年代初頭まで駅弁の立ち売りがあり、長めに取られていた停車時間を利用して駅弁を購入することができた。末期は小ぶりの幕の内弁当一種類のみの販売であったが、それでも売れ残りではなくこの列車のために調整されたものであった。小説では西村京太郎、 大垣業 345M 列車の撮影と、塚公平、青春駆け落ち編に、大垣夜行が登場している。なお車両は1982年から翌年にかけて153、155、163、165K から 165K に交代している。1986年11月1日に、国鉄最後のダイヤ改正が実施され、 荷物列車が、ほぼ全廃となったことから、上り列車に関しては、快速運転区間の拡大と合わせて、スピードアップが行われた。これにより、名古屋駅の発車時刻が、新幹線の東京駅を最終、光の発車した約1時間後となり、列車の需要拡大につながった。この時までは、大垣駅から、静岡駅まで各駅に停車した後、 清水駅に停車していたが、これ以降は、豊橋駅まで各駅停車となった。この時、荷物電車雲に83型の連結がなくなり、編成が普通車9両グリーン車2両の11両に減車された。JR 発足後、1990年8月の9本の6日間だけは、定期の列車が前原駅まで延長運転された。 1993年から東京駅は東北新幹線ホーム増設工事のため東海道本線ホームが狭い仮ホームとなっており混雑期に行列が危険な状態となってしまうため混雑期の下り列車は東京駅品川駅間を運休し品川駅始発で運転されたこの措置は1996年3月のムーンライトながら過直前まで続けられた ムーンライトながら過直前の停車駅は以下の通りであった。1987年3月末には4月1日の分割民営化を前に殺到した車音フリー切符の乗客に対応するため新両電車区の165系8両編成による臨時列車が突発で設定された。これが臨時大垣夜行の起源と言われている。この列車はその後も多客機に 品川駅名古屋駅間に設定され、1989年12月からは、時刻表にも掲載されるようになり、大垣駅発着で運転されることが多くなった。利用者の間では、臨時大垣夜行、大垣夜行救済林柿林などと呼ばれた。なお、設定当時の臨時大垣夜行は、近郊系の113系による運行であった。 同電車を使用した列車のうち、JR 東日本の車両で運行したものは、自社管理区間で使用する車両を充当したことから、グリーン車も連結されていた。また、当時、時刻表掲載の臨時列車としては、名古屋近郊の朝の多客時対策として、豊橋駅、蒲郡駅、または、岡崎駅名古屋駅間のみに運転される場合も、あった。 時刻表掲載と前後して、臨時大垣夜行も波動用の急行系車両を使用するようになった。1992年までは、停車駅は臨時大垣夜行、大垣夜行とも同じであったが、この時から、下り臨時列車の豊橋駅大垣駅間で、快速運転を行うようになった。1993年から、定期列車と同様下り列車は、 品川駅始発で運転され、また下りの浜松駅と四橋駅間が無停車となった。品川駅始発は、ムーンライトながら91号に変わった2007年まで続けられた。1996年3月の定期列車の、ムーンライトながら、カにともない、車両が、急行計11両から特急計9両となり、座席数が減少するため、お盆や、 年末年始など特に混雑が激しい時期のみ運行される場合が多かった。臨時列車を青春18切符が使用できる時期は学校の長期休暇期間を中心に多くの日に運転するようになった。上り列車の大垣駅と四橋駅間はムーンライトながらと同様の快速運転に改められた。二千一年春より大阪市この花区にオープンした大規模レジャー施設。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの利便性を図って、下り列車の豊橋駅名古屋駅間が、ノンストップ運転となり大垣到着が1時間、繰り上げられたため、大垣駅から西を目指す利用者には便利になった。同年夏には、JR 東海所有の165系が、事実上全廃されたのに伴い、一部の、臨時大垣夜行が近郊系の JR 東海113。 軽重量編成で運行された。この後は原則として JR 東海の車両は使用せず、すべて JR 東日本の波動輸送用、急行系電車を使用するようになった。車両は165系電車、167系電車、169系電車湘南色、165系電車モントレー色、165系電車、 169系電車見高色、167系電車小模色、メル変色、113系電車の6から11両編成が使用されており、急行系系列相互間では混色編成も見られた。ほか、165.167、169系の3系列並結もあった。ただし、この頃までは、再混雑時には続行で、 突発の臨時列車が運行されたこともあり、これには急行系以外に115系や113系など近郊系電車も使用されていた。2003年には、それまで使用していた多町電車区の165、167系が全廃されたため、2年ぶりに113系が運用に復帰、JR 東日本は新前橋電車区の165系を使用し、 一日沖に担当した。全車自由席の無愛称列車としては、これが165系最後の運転となった。当時、新前橋区の165系は本来モントレー色のところ、引退に伴うイベント列車運転用として3両編成3、編成のみが湘南色に復活塗装されていたが、同年4から5月の大型連休に運行された。 1 6 5系を使用した最後の臨時大垣夜行では、オール、湘南色の給連が充当された。同年7月には、臨時大垣夜行は、従来の車両持ち合いから、JR 東日本所有の波動輸送用特急系、車両である1 8 3 1 8 9系を利用する指定席列車となり、ムーンライトながらの臨時増発列車として9 1 9 2号となった。 これは、定期列車が、JR 東海から JR 東日本への、肩乗り入れの体制をとっていたことや、JR 東日本の急行系車両も老朽化により、廃車されたことによる、臨時小垣夜行最終期の停車駅は、以下の通りであった。1996年3月に、前述のような混雑の解消。 通勤客など短距離利用者と長距離利用者との分離、そして長距離利用者の着席確保を狙い、特急系車両である373系を使用した指定席列車となり、ムーンライトながらと命名された。下りは東京駅小田原駅間で快速運転を行うようになり、各駅停車区間の開始が浜松駅から豊橋駅に変更され、上りは 大垣駅と与橋駅間で快速運転を行うようになった。この時に長らく連結されていたグリーン車は廃止となった。なお、下りは臨時列車が定期列車より品川駅をわずかに遅く発車するものの大垣駅、到着は臨時列車がわずかに早く、上りは臨時列車が定期列車より大垣駅を20分から30分ほど早く発車する。 ものの東京駅到着は定期列車よりわずかに遅いといったダイヤであった。2007年3月18日のダイヤ改正で、前述の通り、ムーンライトながらの運行形態が変更され、運行時間の変更、全席禁煙化のほか、停車駅も削減された。2009年3月14日のダイヤ改正では、運行は混雑時期である年間約1 0日のみの、 臨時列車となることが JR 東日本及び JR 東海からそれぞれ発表された。この臨時列車化によりさらに停車駅も減少し使用される車両も91号、92号で使用されてきた183.189系のみとなった。なお、運転日に関しては2012年頃からさらに削減されており2017年度の運転日は 年間50日ほど、令和元年度は年間37日の運転であった。ありがとうございます。